覚えてもないのがあった。アニメセクシャルとかピクトセクシャル、これアニメのアニメとか漫画の架空のキャラクターに性的に惹かれる人っていう過程があるけども、でも、うん、分かりやすく言うと藤子ちゃんにムラムラしちゃう人とかやろな。だから、うん、でもそれってこれも微妙やねんな。これってさ、エロ漫画って昔からあるわけ、うん、ほんなら全員エロ漫画読んだことある男の人とかの人は、うん、ピクトセクシャルとかアニメセクシャルになるんかって、そんなことないやろ。それしか対象がないんじゃない。だからああオンリーか、うん、でもこの説明の文章やったらほんまにこうやって書いてる。アニメや漫画などの架空のキャラクターに性的に惹かれる人、うん、でもそれだけっていう書き方してないよこの説明。そうだね、オンリーにはなってないね、うん、これも言葉つけるのがオンリーじゃない。そうそうそう、だからカテゴリー作るのは全然構わへんけれども、いいねんて、いいねんけども、さっきのいじめと嫌がらせの境界線と一緒で、うん、決めたんやったら境界線決めてほしいよなって思えへん、うん、なんかボーダーを決めてほしい。そうだって、こんなアニメや漫画っていう書き方でこうオンリーって書いてないからさ、若い頃にそんなんで馬鹿げの至りでやな、見たこと、青春期見たことは持っていてると思うでよ、私。うん、それでムラムラっと来たことある人絶対世の中何万っていう数でいてると思うわ。え、ちなみにシンバはアニメのキャラクターとかさ、うん、漫画のキャラクターで見てさ、ムラムラっていったキャラはなんかあんの、うん、ムラムラっていうほどちょっと覚えてないけど、なんか意外にエロいなって思うキャラクターとかはあったよ。この人実写版でいたら本物は色っぽいんやろうな。うーん、それはキューティーハニーとかそういう話じゃなくて、うん、あの例えばもののけ姫の、うん、あの人名前忘れた、エボシ、あそうエボシ、エボシ、エボシ御前、うん、リアルでいてたら結構色っぽい人思うもある人、うん、だからそういう風には思ったことあるよ、アニメのキャラクターで。なんかね、ムラムラしたことのあるキャラクターいるんだよね。あとはあのセーラームーンのスーパー SS スーパーズとかで、うん、海王星と天王星のウラヌスとネプチューンが、はいはいはい、ずっと アニメでやってる時からレズビアンやった、会話がそうだね、ユリメデス路線だったよね、あれね。そう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 、あのあれはムラムラってきたっていうのはとうとうアニメもここまで解放するようになったかって思ったけどこれ子供たち見てるよねと思って、あれ同性愛の先駆者だと思って、ね、そう、あれはユリだったね、だいぶユリの路線だったね。そうだって最後2人で手つないだりとかしてるとこもあったからな。あれ漫画になるとキスシーンもあったよ、確かあの2人あったかな、うん、なんかもうさ、私あのアニメはあの当時なんか多分学生やったんですよ、塾か家庭教師の授業の直前にいつも見て走って行ってた記憶があるからさ、うん、見てたな。私ねジャンプで連載してたね、気まぐれオレンジロードの、あー松本泉、そうって知ってね、あゆかわまどかな、うん、あーわかるわ、あゆかわまどかは確かにムラムラっとする。あーでもわからんでもないな。でもそういうんじゃないんでしょ多分アニメセクシャルって、うん、もうきっともっと没頭してるんやろな。だから鮎川まどかだったらもう鮎川まどかにしか発情しませんって人なのかな、アニメセクシャル。それだったらオンリーだよね、うん、それだったらあの説明はのみにとかさ、アニメとか漫画のキャラクターのみに発情する人とか、うん、なんかそういう書き方がしっくりくると思うな。うん、のみにとかだけに発情する人とか性を感じる人とか、うん、あそう、あともう一人いるわキャラクター。見てた、あのねマクロスフロンティア、はい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 、うん、うんうんうん、シリルノーム、あー歌姫の方、あとじゃああれやけど、みんなこれ検索するんやったらして、セーラームーンの次ぐらいに、その後ぐらいに、うん、夕方放送されて、大阪では夕方で放送された、うん、少女革命ウテナっていう少女漫画がアニメで、ね、うん、あれももう完全ユリ路線や。ウテナってユリなの？あんま見たことないんだよね。名前は聞いたことあるし、未だにプライムビデオとかフールとかに出てくるから、あ、まだ重要なんだな。
あ、めっちゃ永遠に需要あるんじゃん、レズビアンの子たちがいる限り。そんなにユリだったんだ。だってメインがユリの話。メインがユリ。こう決闘をしていくねんな、キャラクターたちが。決闘をして勝ち残っていくっていうのがストーリー展開の中にあったけれども、伝説が、ある学園があって伝説があって、アニメーションの作りがもう宝塚そのものやねんか。で、話の内容のキャラクターの背景がもうユリやねん。その主人公の女の子とサブキャラみたいな女の子が恋愛してんねん。私文庫っていうか文庫の漫画も持ってるけれども、結局本人たちがまた再会して、まあ、落ちはアニメじゃなかったら漫画はまた出会って、うん、恋に落ちてっていう感じやねんけども、うん、なんか漫画ももうそんなんや、うん、女の子と女の子やから、うん、ぜひ見てみる機会があったら皆さん、あのいろいろ Hulu とかさ、Amazon でもあるのかな、プライムビデオでもさ、プライムビデオでもたまに見かけるかな、そういうテーマは。もうこの話自体がユリだから、あのユリは結構、ユリっていう言い方が正しいのか、ビアンの話っていうのが正しいのか分からんけど、あるよ、ネットにしかなかったアニメで、セーラームーンとかよりも 前にネットアニメの中で、うん、ロボットアニメやんけれども、うん、なんか月の女神かなんかやったらちょっと名前忘れたけど、それなんかもうな、私らが20代の頃からあったユリやからな、それでもロボットアニメやねみたいな、悪霊も出てくるし、ロボットに悪霊が出てるよそう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 、設定おもろ、設定ぐちゃぐちゃやけども、あの恋愛の部分だけ見たらすっごい同性愛の純愛物語になってたりするアニメが、今からセーラームーンより前だから25年とか30年近く前じゃない、うん、なんかあるよ、だから結構あるよね。なんかでも、ね、ユリ路線のアニメとか漫画ってあんまり読まないんだよな。いや私も見るとつもりないけども、たまたまこのアニメの再生したら、なんじゃこりゃから始まっていて、まああれさえなきゃいけないって出会わないな。せいぜい出会ったのセーラームーン。私の方が多分、私アニメよりもアニメの方が、じゃ漫画よりもアニメの方がオタってる。ついそう、あのタバコとか巻きながら、巻きタバコとか巻きながら、あのアマゾンプライムとかいろんなフールとかでカチカチ再生して、そのまま再生したのがタバコずっと一本巻いてるから。あとは海外ドラマ。登録するでおじゃー。